では今日も始まりました。1本目の動画をね、見てない方はちょっと1本目の動画を見ていただきたいんですけども、はい、この2本目の動画でも、キーワードの方を発表 したいと思います、はい、でもうキーワードって何って今思ってる方は1本目の動画を見ていただいて、さらには概要欄を見ていただいて、どういったことかというのを、見てください。はい、はい、プレゼントがあります。プレゼント企画になってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画はこちら、じゃーん。続きまして、ドライバーの続きですね。ドライバーの続きで、エピックマックス、エピックマックスの3番ウッドですね。3番ウッド、はい。そしてシャフトはなんと 40g の S。 おー、位置合ってますね見たわドライバーが 30g の S だったんですけど、うん、今回のこのウッドは 40g の S ということで、ちょっとどうなんだろう、初体験だよな、うん、どうなるかちょっと楽しみくださいませ、はい、ちょっとでは打っていきたいと思います。本日もガーミンを使用してやっていきます。お願いします。はい、はい、では行ってみましょう。はい、はい、では行きたいと思います。はい、救命。あ、なんか構えた感じね、3番ウッドって感じじゃない。あ、そうなの。うん、なんかそんな感じがする。うん、球上がりやすそう。うん、球上がりやすそう。あ、ほんと147、ちょっとトップしてますね。相変わらずやな。おー、ナイスショー。あ、ちょっと左行っちゃった。155ですね。ボールに遊ばれてる。155で、ね、もう180ぐらい行ってるわ。あ、そうなんだ。うん、ナイスショー。156。やっぱり 1,2 球で合わせてくるな。今8割ぐらいの力で振ってます。ちょっとシャフトが軽い感じなので。この間の一人ラウンドゴルフも3割とかだったもんな、うん、そうそう見てない方は見てください。3割なわけないよな必死のパッチャーな。ヒールやな。でも150、なんかヒールヒットとかトゥーヒットとかしてもなんか飛ぶよな。飛ぶ、ミスしても飛ぶってすごいね。女性とかにはめちゃくちゃいいかもな。めっちゃいいかも。女性でも純正で買うなら。私ほんと力ないからさ。ああ、握力20とかだ。握力20なかったよね両方20なかったよ。17とかの世界。いや、ほんま、だから握力はいらないってことだよね。瓶開けないもんね。うん、ちょっとヒール、ちょっと左、うん、でも155、シャフトをまあこれに合わせたら、うん、多分ヘッド自体はいいから、まあ、打てるとは思うんだよな。その今のそのシャフト、純正シャフトが悪いわけではないけど、うん、まあちょっと軽いかな。うん、うん、構えた感じ良さそうな、うん、おー、ナイスショー。153、だ今の結構いい当たりでもトップしても距離変わらんから。どう、 40g のシャフト私でもちょっと軽いなって思うだよな、うん、だから本当に力抜いて打ったらいいぐらいか。うん、いやでもトップしてもさ、うん、高さ出るが。確かに面白いな。クラブが悪いんじゃなくてスイングが悪い。まあその相性っていうのがあるからね。まあね、うん、おお、ナイスショー。152ですね。152、うん、155は行きたいね。155出るまで終わりません。はい、頑張ります。次で出たりしておあ、ちょっといいな、ちょっとボールが動かしちゃった。うん、148、打感はどんな感じでしょう。打感柔らかいで
です、ドライバーに続いて。柔らかいんだ。うん、私結構好きかも。柔らかい感じで。あ、そうなん。グリップも一緒やしな。グリップも一緒。155を目指す。うん。お、これ完璧。いったんじゃない？お165とか飛んでた。ほんまに？ほんと？ドライバーと変わらんやん。もうこれちょっと誤差かもしれない。ドライバーと変わらんもんな。でもいい当たりはしたな。うん、これがもう一球出たら本物だ。カット。1号に。ゆかちゃんでもああいうミスします。メンタルきた、うん、なんか胸に突っかえる邪念がああ、いけん、うん、でもスイング早かった。150、そろそろちょっと行ってみる。何をキーワード次、A ダブルタイム。あ、OK って言って言わんやつかもしれない。おお、ちょっとヒールヒット146。ちょっとなんか邪念が。うん、152ですね。はい、ということでごめんなさい、ちょっとキーワード間違えハプニングがありましたね。キーワード間違えちゃった。はい、はい、ということで続いてのキーワードはルフ。お、ときたら僕らのチャンネル名はゴル夫婦ですよね。もう一回言いますね。今回のキーワード、キーワードね。キーワードはルフになります。はい。はい、あのテロップ入れときますんでね。はい、まだ1本目の動画を見てない方は見てみてください。はい。はい、ルフということで、はい、はい、ちょっとではね、シダ動画の方は終わりたいと思います。はい、はい、手袋のプレゼントがありますから。手袋のプレゼントがありますからね。あのドライバーに続いて打感はすごく柔らかくていい感じでした。はい、ただまあちょっとやっぱシャフトが柔らかかったので、うん、ちょっとね、あのまた女性の人にこのクラブ向いてるんじゃないかなと思うんだけど、ドライバーと確かに、うん、とあと力がない人、うんうんうん、とかヘッドスピードがちょっとない人、40ない人とかやったらいいかもね。いいかもって思いました。楽に飛ぶ。そう、打感がすごい柔らかいんで、うん、なんかね、なんだろう、当たり負けしてないなって感じ、うん、なんかヒール当たってもトップしても距離変わらなかったもんな。そうそうそう、なんかすごくいいなと思いました。はい、あの 40S 初体験、はい、ドライバーに続き初体験、はい、ということで、はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。まだ見てください。見てね、次が最後ですよ。